疲れた。あれ、まだ明かりがついてる。起きてんのか。あねえ、ちょっと何してんの。待って、強く叩きすぎ。待て、ちょっと落ち着けってね。ちょっと落ち着。いった。もうやめなって。まあ、大丈夫。大丈夫だから。ちょっと、落ち着けって。落ち着け。大丈夫。何もしないから、一回落ち着こう。いや、ほら、そんなに強くスマホで叩いたら足の骨折れちゃうよ。大丈夫。取り上げたりしないから。だから、落ち着いて。大丈夫。何？頭。大丈夫だよ。大したことない。別に切れてないし。ぶつかっちゃっただけだから、大丈夫。ねえ、本当に大丈夫だよ。なんともない。謝らなくていいよ。俺が無理やり止めに入っちゃったんだから、当たっちゃっただけだよ。君のせいじゃない。君が気にする必要ないよ。だから泣かないで。本当に大丈夫だから。ね。大丈夫だよ。起きてたんだね、ずっと。先に寝てると思ったから、明かりついててびっくりした。こっちに来てたらずっとそうしてたの？足。ん？どうして謝んの？頭のことなら本当に大丈夫だよ。隠れてしてた。隠れて叩いてたから、ごめんなさいなの？ね。だからベッドの陰に座ってたのか。うん。それも謝らなくていいよ。君だって見られたくないもんね。叩いてるところ。俺がいない間にしようって思っちゃうよね。いいんだよ。謝らなくて。別に悪いことなんかしてないでしょ。それにね、君はあざのこと、俺に隠してたんだと思うんだけど、実を言うとね、うすうす気づいてた。うん、黙っててごめんね。この前ね、朝君を起こしに行った時、パジャマがまくれてて、お腹が少し見えたんだけど、その時、あざがいくつかあったの見えちゃった。同じ場所に重なるようについてたからさ。もしかしてまたやっちゃってるのかなって。気にしてた。ごめんな。あの時声かければよかったんだけど。あんまり見られたくないって前にも君言ってたからさ。どうやって切り出そうかなって。タイミングが分からなくて、ごめん、また一人で痛い思いさせちゃって。ストレス溜まってたんだよね。仕事忙しそうだし、疲れた顔してることも多かったし、ちゃんとあの時しっかり
声をかけておけばよかった。本当に、ごめんね。ん？何が違うの？どうしたの？言いたいことがあるならちゃんと言ってごらん。うん。頭振ってるだけじゃわからないよ。ね？別れたい？え、どうしたの急に。急じゃない？前から考えてたって。ねえ、どうしてそう思った？別れたいって。もう嫌になっちゃった？俺と一緒にいるの。そうじゃない？じゃあ、どうして？何が怖いの？傷つけちゃうかもって、俺のこと？さっきみたいに？ああ、いや、あれは、君のせいじゃないよ。いや、あれはさ、俺が無理に止めたからたまたま当たっちゃっただけだし。ん？何？いや、思わないよ。別れたいなんて思ったことない。君がこのことを打ち明けてくれてから一度もね。うん。ね、待って。ね、待って。それは言わないって前に約束したよね。忘れちゃった？こっち見て。ね、ダメ。目そらさないで。こっち、見て。いい？そんなこと言ったらダメ。君の体は汚くない。君は汚くないよ。あざは汚いものじゃない。だからそんなこと言ったらダメ。嘘じゃない。俺は本気で言ってる。だって、何？一緒にいたらって。それは違うよ。君と一緒にいて、幸せかどうか決めるのは俺だよ。君が決めつけることじゃないでしょ。ねえ、待って。じゃあ聞いてもいい？君は、どう思ってるの？本当に別れたいって思ってる？さっきから別れた方がいいって言ってるけど。そう。じゃあ別れたくないって思ってくれるならさ、一緒にいようよ。これからも。俺もずっと君のそばにいたいし。それじゃあダメかな。そばにいさせてくれない？うんうん、それはない。なんでって、簡単だよ。君のことが好きだから。俺は君のその自分の体を叩いてしまう行為に対して、今まで嫌だなとか君が悪いなとかどんなこと思ったことないし、もちろんあざが汚いなんて思ったことも一度もない。だって君にとってはそれが心が安定する手段の一つだから。君がそれで少しでも生きやすくなるなら別にいいって思ってる。まあ、あんまり強く叩かないでほしいとは思うけどさ。でも、その行為自体を悪いとは思わないし、やめてほしいとも思ってない。君自身が生きやすいように生きるのが一番だと思ってるから。うん。本当。本心だよ。どんな理由であれ、あざがあろうとなかろうと、君は君でしょ？俺の大切な人であることに変わりないし、どんな君でも俺の気持ちは変わらない。好きなんだよ。
君のこと。俺はずっと君のこと大好きなんだよ。自分の体を叩いちゃっても、あざがあってもなくても、君が好きなの。だから君がそうやって自分のことを卑下するのは嫌なんだよね。本当に嫌。自分のこと汚いとか、一緒にいたら不幸になるとか、そういうこと言うと、俺、本気で怒るよ。大切な人を悪く言う奴は許さない。それが君自身でもね。君だって嫌でしょ？大切な友達のことを他人にあれこれ悪く言われたら。ね？嫌だよね。だからさ、別れた方がいいなんて、そんなひどいこと言わないでよ。俺の彼女のこと、そんな風に言わないで。お願い。俺の大切な人なの。大好きな人なんだよ。だからもう、自分のことをそんな風に言わないで。約束してくれる？もう言わないって。約束。もし、また破ったら、本当に俺は怒っちゃうからね。いい？よし。ああ、パジャマの袖がめっちゃくちゃ濡れてる。明日の朝、目がパンパンに腫れてるかもね。泣きすぎて。え？ならないかな？なる気がするけどな。楽しみだね、明日の朝。それでどう？少しは落ち着いた？そっか。じゃ、一回ベッドに座ろう。床に座ってたら体冷えちゃうよ。立てる？でかすよ。よいしょ。はい。おかえり。そしたらさ、一回足見せてもらえる？さっき叩いてたところ、あざの状況だけ確認させて。いい？ごめんね。ありがとう。これ全部さっき？全部スマホでやったの？どこ？ここ？これは今日じゃないの？あ、いいよ。無理に話さなくて。言える範囲でいい。大丈夫。それにしてもすごい色してる。さっきずいぶん強く叩いたろ。あんまり叩くと本当に骨折れちゃうからね。ん？何？あ、ここ？これ先週やったやつ？ここと？ここ？そっか。色薄くなってるもんね。足どう？立った時に痛みとかない？動かしても痛くない？大丈夫そう？ジンジンする？そっか。念のために冷やしておこうか。この後腫れるかもしれないし。湿布、まだあったっけ？ああ、そうだ。ねえ、そういえばさ、スマホは大丈夫？壊れてない？すごい勢いで叩いてたでしょ、さっき。どう？電源入る？
あ、着いた。よかった。生きてたね。よし。スマホも無事だって分かったし。俺、湿布持ってくる。ね、いや、いいよ。俺が持ってくる。あまり足動かさない方がいいと思うし。ねえ、戻ってきたらさ、二人でゆっくりおしゃべりでもしよっか。せっかく君も起きてるんだし、もう少し落ち着いた方がゆっくり寝られるでしょ。俺も君の話聞きたいし。ね。たくさん話して、心をすっきりさせてから寝よう。よし。じゃあ、湿布取ってくるから、待っててね。すぐ戻ってくる。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とツイッターフォローよろしくね。明日は今日より少しでも幸せな日になりますように。いい夢見ろよな。おやすみ。